はい、こんにちは、笠原拓哉さんです。眠たい今日は5月の25日土曜日ということで、あるおもちゃが発売でした。それがこちら、ドーン、トミカアピタピアゴオリジナル世界の国旗トミカトヨタ 2000GT クロアチア国旗タイプ。まあこれじゃないよねこっち、ドーン、かっけー、かっけー、無敵と、じゃーん、マイティジャンプ、マイティケン、マイティマイティアクション X、 ゲーマドライバーの20周年記念版とハイパーブレイガシャット&マキシマンマイティ X ガシャットです。この2つが再販で今回発売されました。値段安めだったような気がするな。そんなに高くなかった。多分6000円の、あ、でも1万5000円だったからまあまあ高いか。これとこれ700円で、これとこれで1万5000円だったから高いねえ、マジで1万5000円でも1万5000円って言われたよな。じゃあこれ1万円のこれ5000円みたいな感じ。結構高いね。まあレシート見れば分かるんだけど。であと俺正直でもこれもすげえ嬉しかった。じゃん、ゾイドワイルドハンターウルフ。これねすごいなんか今希少で全然ないんすよ、おもちゃ屋さんに。でネットで見ると4、5000して定価3000円ぐらいなんですけど、プレ値ついちゃってて、これマジで欲しくて、で今サブチャンで勝又の方でゾイドワイルドのバトルカードハンターでハンターウルフのコマンドっていう白いタイプのねボディキットが手に入るイベントがあって、それでもねおもちゃが必要なんですよ。でこれもう1体本当は欲しいんですけど、とりあえず1体ゲットできたのはマジ嬉しいですね。で次これじゃん、ガッツウィング1号、ウルトラリバイブ、ウルトラマンティガ。これは飛行機ですね。なんかちょっとよく分かんなかったけど、ちゃんと説明も読んでないんだが、ちょっと買ってみようと思って買ってみました。どんな感じなんだろう。昔ポピニカって言って超合金シリーズみたいな感じで確か出てたやつの、今回はリバイブって書いてあるから、なんかあれかな。あ、光る鳴るだ、そうだ思い出した。5000円ぐらいで確か光る鳴るで、なんかいろんなギミック搭載してるんですよね。思い出した、開けてみよう。うわすげえ、意外としっかりしてる、重たい。こんな感じだ。これもね動画にしたいと思います。で後半は女の子向けの動画になっちゃいますけども、とあるすごいものを買いました。めっちゃ重てえなこれ、すげえな。まあ今ね僕絶賛プリキュアを見ているんですが、まあ今回プリキュアじゃなくて、重た、アンティークスタイルクリップケースということで、セーラームーンのティアラ、すごいよこれ。本物のなんかダイヤとかのやつだと十何万って書いてあって、僕はちょっと十何万は無理だなと思ったんで、一応2万8000円ぐらいのタイプを選んでるんですが、それでもすごそう。うわっすげえ、めちゃんこ重たい、やばこれ、やばい、頭にできないよこんな重たすぎて。すごっ、マジ重い、かわいい、これはやばいわ。と同じくこれ公式のやつなんですが、フェイバリットっていう株式会社フェイバリットっていうコスプレとかなんかロリータ系かな、ロリータ系の服を売っているお店があるんですけど、それのお店でおじゃ魔女ドレミドッカーンだったかな、これの
ドレミちゃんの服です。これ2万円ぐらいした。これ一応俺が着れるようにちょっとデカめのサイズ買いました。女性 LL だったかな。はい。とあとこれ美少女戦士セーラームーンの浴衣バンダイ、16,800円プラス消費税。可愛いんだよな。ここにルナとかも入ってて帯に。別にこれは俺は着ないです。これはね普通に彼女に着せて一緒に、まあ俺は普通の着物を着てって感じでデートすればいいかなと思って、ちょっと着てもらいたいなと思って俺が買いました。まあそんな感じで今回もおもちゃとかねいろいろ買いましたけど、全部で下手したらマジで10万ぐらいだね。女の子向けのが高い。2万8000、1万6000だからね。これで1万5000、5000、3000、安いね。はい、ということで今日はどんどん動画を出していきたいと思います。それではまた明日。